ロウォーズファンの皆様、おはようございます。カザフスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン、トリスタン。ロシア人は、なんとかスタンが好きなようです。ちなみに、スタンとは、〇〇の場所という意味を表し、アフガン人の土地という意味で、アフガニスタン、と言います。じゃあ、トリスタンもそういう意味かといえば、それは、科学信者がわかるはずもありません。じゃあ、そんな話するなよ。さて、トリスタンについて、視聴者様からいくつかのコメントをいただいていて、トリスタンは上半身が裸だから、防御力は大したことないだろう、というご意見がありました。科学信者的には、ケンシロウも上半身裸になることが多いので、どうなのかな?と感じましたが、アンドバリも上半身裸ということで、変に納得しました。さてさて、明日から始まる、トリスタン誕生イベントですが、視聴者様は、どのような戦略でイベントに挑む計画ですか?科学信者の場合だと、新ヒーローのレベルアップに咲くことができるスキンストーンを持ち合わせていないので、トリスタンを星3個の状態まで召喚した後は、紫色の装備品を手に入れようと考えています。赤色のスキンストーンがトリスタンに必要みたいですが、未だに、アスタロスとヨルガンのスキンを最大値までレベルアップできていない状況なので、新たなヒーローの育成まで、とても手が回りません。ぶっちゃけた話をすると、8ヶ月前の、年末年始のイベントで受け取った陶器スキンですら、そのほとんどを放置しているありさまなのです。そのようなわけでして、多くの視聴者様も、科学信者と同じ戦略で、明日から始まるイベントに挑むのではないでしょうか?視聴者プレゼントの話をするよう。本日より、この動画チャンネル恒例の、視聴者プレゼントの応募受付を開始しました。今回の視聴者プレゼントの応募締め切りは、9月12日、日曜日の午前11時になっていますので、ご希望の方は、動画概要欄のリンクから、応募してください。なお、前回のプレゼント企画から、3名様が無料ギフトパッケージに当選する方式に変更したので、割と当選しやすい確率になっています。先日の au の宝箱の結果を、お知らせするよう。イベントタスクの最終日を迎えて、16個のヒーローストーンを獲得していた科学信者ですが、どうせダメだろうと思いながら、無料の宝箱を開封したら、セバスチャン ×1 個が宝箱の中から出てきました。おいおい、これだと、動画的に面白くないんだよなぁ、困ったな。その後は、放心状態で遊戯画面内を意味もなく徘徊していましたが、一回だけ200エメラルドを使って、宝箱を開封することにしたのです。え?モリガン ×30 個が、このタイミングで来たよー。これは、視聴者に自慢できるなぁ。そのようなわけで、au の宝箱から30個のヒーローソウルストーンを入手するというタスクは、200エメラルドを使うだけで、どうにか達成することができました。えへへ、マンモスラッキー。ノンタン、ショコタン、トリスタン。いや、そのくだりは、もういいから。今夜の公式生放送について、話をするよー。科学信者の場合、YouTube の公式生放送が予定されている日は、昼間に仮眠を取るようにして、深夜1時からの生放送に備えるようにしています。そうは言っても、ターニャさんが出演しないと分かった瞬間に、動画の視聴をやめちゃうんですけどね、あはは。ほとんどの視聴者様も、科学信者と同じような行動をしていると思います。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、今夜の生放送で、ターニャさんを見たいなぁと思っている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。